ゆうほの言いたい放題。こんにちは。岐阜県鏡ヶ原市小屋山真言宗高家寺住職北川雄一ことゆうほです。思うところがありまして、1ヶ月ほど動画の顔出しをいたしませんのでご了承ください。今回は宗派は必要かについてです。まずは俗的なお話、国家公務員になられる方の多くは、この国を少しでも良くしたい、そう考えてお役所に入られることは少なくないと思います。ところが、そのお役所に長くいればいるほど、いや、先輩後輩関係、特に学閥や刑罰など、そうした関係があればあるほど、自分が属する役所のために動いてしまう傾向、それがあるように思います。知らないうちに初心を忘れていく。そして縦割り行政のために国民や国のためではなく、自分の属する省庁に、下手をすれば自分が属する局や部や課や係の予算や権力維持のために動き、国家や国民が忘れ去られてしまう。そういうことを結構あるように思います。権力を持たない者はこれでいいかもしれませんが、課長や部長、局長という方々がこれでは国を損ない、国民を苦しめることになりがちです。まあ、それでは困りますよね。しかし、今、権力にある方々も、おそらく初心はそうではなかったはずです。省庁だけではなく、自治体でも言えることでしょうし、企業、会社、事業でも言えること。企業会社は儲けることが第一義という方もいらっしゃいますが、日本においてはやや違うようにも思います。誰かのためにお役に立つからその報酬がもらえるのであって、報酬が先にあるわけではありません。本末転倒にするから儲け主義に走り、結果的にはその会社は一度は大きくなってもすぐに潰れてしまう。日本に古い株式会社が多いのは、儲け主義ではなく世のお役に立つが大前提で、その上で適正な儲けをさせていただく、報酬も適正なもの、法外ではないものという前提があるからではないでしょうか。自分の家族が属するこの国が幸せであるために働く、こうした観念が本来日本にはありました。これは政治家も同じように思います。政党とは同じような志を持つ者が力を合わせるためのもの。ところが今はその政党の利権のために、いや、もっと言うと、もっと小さな派閥の利権のために、もっと言うと、その派閥に関係する学閥や刑罰の利権のために動いてしまう政治家がほとんどです。おそらく彼ら彼女たちは本来の志と今の利権まみれの自分の矛盾に気づいているはず。苦しんでいるはず。でも、そこから抜け出しないでいるのではないでしょうか。これは実は宗教にも同じことが言えます。宗教は生まれた時の縁から入ることが多いかもしれませんが、意思を持って入信される方も少なくありません。私はそうでした。宗教的な環境下で育ったのは間違いありませんが、自分の目で宗教を確かめ、自分の意思で今の宗教、真言密教を選びました。どんな縁にせよ、特に宗教家の本来の目的は、人々の安寧です。一人一人が幸せに暮らす、自分のお役目に気づく、ここが大切。ところが、集団に一旦属してしまうと、その役割を維持することや、その集団内での権力闘争に明け暮れ、いつの間にか男信徒の存在が金銭的な援助を期待する相手になってしまっていることが少なくありません。目を向ける方向がいつの間にか変わってしまっているのです。残念ながらあまりにも多い。例えば実際にあったある宗派のお話ですが、あるお寺に住職がいなくなりました。とても由緒のあるお寺なので、男信徒が別の宗派でもとあるお坊さんに声をかけました。ところが、元の宗派の宗務長は、よその宗派に移るならば、
今の兼務している住職をその宗派から破門するか、それとも廃寺にするしか方法論はない。その一点張り。そこには男信徒がどのように思っているのか全くなかったそうです。結局その由緒あるお寺は廃寺になってしまいました。なんともかんともです。さて、前提が長くなりましたが、では宗派は必要はないのでしょうか。みんな一つの宗派であれば良いのでしょうか。私は全くそうは思いません。宗派は必要です。お祖師様方のような天才や秀才の方々が悩みに悩んで、そして深い思いをして宗派を立てられるのにはやはり訳があります。そして私たちのような凡人はその見教えに納得している。だからこそその宗派に属して専門的に学んでいくわけです。顔の違いもあれば性格の違いもある。生まれ育った環境もありますから、人がそれぞれ違って当然、人それぞれに合わせた形の宗派はあって当然だと思います。極端な話、一人一宗派であってもいいのかもしれません。しかし、独善ではならないんですね。だからこそ宗派がある。私はそう思えてなりません。それぞれの個性を持った上で、和を持って尊しとしていくこと。特に日本は大和の国なのですから、大和の国なのですから、人の違いを非難するのではなく、その個性を生かすあり方で共に歩めていけるといいですよね。あなたにはあなたに合った宗派を選ぶ権利があり、その道を歩むご縁もあります。まずはご縁ありの道を歩んでいただければと思います。大和と宗派は共に大切です。ありがとうございました。